そこいいでしょう。だって結婚式で、あれ出てくるとこだからね。普通使わせてもらえないとこ。座ってもいいからね。誰もいないよ。田中さんに分ければよかった。俺あの付き添いの方です。撮ってますよ、もう。YouTube に上げる。はい。え、全部乗るわけじゃないね。どういうこと？カットするよね。顔にぼかしが入る。それはない。あの、面白ければ上げます。いや、そういう意味じゃなくて、あの普通の、ね、撮ってるとこも上げるし、こうやって喋ってるとこも上がるかもしれないし、これカットするかもしれないし。動画一本見て、ここいらないなと思ったら切るし、流れ的な感じでやってます。これカメラマンさんはフリー素材？フリーです。あ、フリーです。大丈夫です。上司の命令が出たらなんで。なんとなく大丈夫な気もしますね。いきまーす。はーい。そうですね。そのままいきましょう。体の向きちょっと振ってみても素敵ですね。そうです。目線の先も少しドレスの方も見てみましょうか。あ、そうですね。はーい。うん、とても素敵ですね。下手な鉄砲はね、数打っても当たらないよ。その目線の先が左の左手ぐらい、そう、もういいですね。で、両手をこの柱の方に置いていただいて、あ、それ結構素敵だったんで、こんな感じでちょっと目線の先を変えていきましょう。背の方見てみてもらっていいですか。あ、そう、横側も素敵ですね。ちょっと上の方見てみたりとか、あれだね、結婚情報のゼクシーとかあるじゃん、うん、表紙飾ってもおかしくないね。おかしくないこれ婚活もやらないじゃん。うちのなんかいろんなこと言われたさ最近。あれやってくださいよ、これやってくださいよ、うちのイベントと違うけどねみたいな。まあ面白いからいいんだけどみたいな。はい。あ、びっくりした。なんか乙女だね。そう。そう、本当乙女が入る場所だから。だって一番だって結婚式で映える場所だよ。あ、そこ。ここだってここから登場するわけだから。あ、そうか。
ハゲじゃんみたいな。でもこっちならこっちのギャップで。自分でそのセットしてきたくせに。くるくるふわふわキラキラじゃなくて買ったろ。続けていい。ちょっと続けていきますね。ちょっとライティングを変えましょう。あのストローを奥にしてもらって。ちょっとお待ちくださいね。人物に寄せましょうか。もう一回カメラ見てみてください。そうですね。じゃあ行きます。あのドレス3連です。このリズムで撮っていきますね。誰だろう。朝一番最初にいた人かな多分。面白い。ちゃんとすごい。そう、羽じゃないんですよ。ちゃんと作ってるんですよ。下の方見ましょう。ご自身の体の側って言ってたね。そうです、そうです。ちょっと続けていきましょうね。もう一回切ります。ちょっと取っといて、適当に持ってて、なんか山のことがいろんな場所で移動したり。めっちゃ可愛い。すごい。なんかプロの心意気を感じる。よく見るよね、この光景。そうですよ。もうちょっと撮りますね。後ろのチャペルが見えるのもいいよね。なんかあれだよね、こんなカットあったよね。なんかアニメになんか上からレムが覗いてるみたいな。はい、前さんメインなんで。あれ動画大丈夫です？もう全然。どっちだったっけ？みんな言うんだよそれ。今どっちだ、ちょっと待って。右が神父だっていう話をしてたけどね、さっき俺らは。こっち神道が、うん、神道そうそうそう。確かにここ名前が貼ってあるよね、ちゃんと。あ、両方一緒だった。一緒だった。多分こっちが神道。同姓同名だった方も。ここも同姓同名だった。普段そんなに着やへんもんな。女性も普段着ないよね。後ろに椅子があったらよく座って。はい、なんでマヤさんそんな慣れてんの。マヤさんそういうところでスタッフしてみた。そうなんです、結婚式場に慣れてる方なんです。じゃあそこで自分でやればいいのかな。以前ですよね、だからね。あ、そうなんです。マヤさんこれで撮ってください。それ誰そのまま残しても。
こういうのはな。ご視聴ありがとうございました。メインのチャンネルはこちら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter のフォローメンバー登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ。